小湊洋子のチャレンジチャンネル。なんで今日はカラオケなんでしょうか。今回はですね、はい、ユーザー様のリクエストにありました、はい、4つんが自分の曲、うん、カラオケといえば明日はときめくが入ってるんで、それを歌っているところが見たいっていうね、はい、リクエストが来たんですよ。はい、そう、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。すごく嫌ですね。嫌ですか。なんでですか。だってただ歌うだけじゃないじゃないですか、絶対に。それってええ別に企画としてですよ。YouTube の企画としてはい、はい、ただ歌うだけなはずがないっていう、もう分かってきた。ってなるとどうしようかなっていう、ね、まあそういうことですよね。当然本物小湊洋子だったらカラオケで自分の曲で90点以上出せるはずっていうことですよね。はい、あ、それなら余裕ですね。え、自信あんの。いや、だってまず自分の曲っていうのもありますけど、うん、私歌の技術はなんか微妙ですけど、うん、音程は、うん、あの、うん、すごい耳がいい方なんで。あ、そうなんだ。だから多分音程合えばカラオケの点数なら大丈夫。じゃあその音程に注目ってことですね、はい、90点以下だったら、はい、罰ゲームやってもらいます。いいですよ。あ、いいっすか。90点以下はないと思うんで。なるほど、はい、じゃあ罰ゲームもやってもらいますんで、はい、はい、モノマネとかしてもらいますよ。なんか超クオリティ低いのしかできないんですけど大丈夫そうです。いいっす、全力でやってください。あ、それを全力で。クオリティの低いモノマネを全力でやってください。行きましょう、はい、ちなみにそういえばあの本人映像じゃなかったでしたっけ。あ、そうですよ。あのデビュー曲の明日はときめくは本人映像をいただいてます。すごい、ありがとうございます。え、見たことあるの。 YouTube とかでは。カラオケでは見たことない。カラオケでは見たことないです。あ、じゃあカラオケで歌うのも初。はい、初です。これはレアですね。え、あれ採点できない。何なんでこの曲採点できないの。あれじゃないですか、追いついてない。まだね。そう、採点の出てこない。あー、出てこない。出てこず。出てこず。残念。ダメです。ダメです。事件です。これは事件ですね。嫌われている。明日はときめく、嫌われている。はい、ということで、はい、はい、4つの、明日はときめく、採点できませんっていう。おかしいの。うわー、悔しい。悔しいな。なんでできないんですかね、そもそも。いや、まあ、なんだろう、登録されてないとかそういうことなのかな、採点に。うん、まあ、ちょっとわかんないですけど、あと半年後ぐらいにはできるかもしれないですけど、はい、採点は俺がします。やば、当てにならないな。いいですよ、じゃあ やりましょう。せっかくなんで。いや、ちゃんと AI にはやっぱ大体90点台なんで、うんうん、わかりました。俺もちゃんと採点するんで安心してください。何のちゃんとですか。ちゃんと採点するんで。何の基準それ。おお、小湊洋子。おお、振り向くぞ。振り向いた。おい、
消えました消えました全然ダメでした。ダメでした歌としては。いやでも良かったと思うんで、あの採点も全然したんですけど。あ、したんですか。はい、良かったと思いますよ、はい、いい点出てると思いますよ。いい点出てますかね、はい、本当ですか。はい、じゃあ、はい、点数を、はい、小湊四葉さんの明日はときめくただいまの点数はドゥルル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 ル罰ゲームよろしいですか。はい、じゃあモノマネを全力でやってください。嫌ですよ嫌だそれは。違うのがいい、違うのがいい。誰もそんなモノマネ、私のモノマネ求めてないし。どうですか、レパートリー何やります。釜飯丼。アンパンマンの。アンパンマンの。お、どんな感じですか。オラ釜飯丼。いや、いないでしょ、そのキャラ。いたかわいい。外しておけばいいと思う。まあ、OK でしょう。はい。まあ、わかりました。じゃあ、今は、うん、テンション上がっちゃって、やっぱ落ち着けてないんで、はい、ぜひ、今後のイベントだったり、はい、ライブだったりで、聞きに来ていただければと思います。はい、その時は真面目に歌いますので。わかりました。楽しみにしております宣伝、はい、なんかもうすごい嫌だこの動画出て。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンやコメント、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。リクエストもお待ちしております。リクエストお待ちしております。